願っております。悪口を言ってる集団がだんだん我慢できなくなって、悪口いけないよっていう風に言ったら、今度は自分がその悪口のターゲットになったと、いじめのターゲットになったっていう方がいて、その件でコミュニティでも取り上げたことがあるんですけれども、そうだなって、そこまではちょっと動画にしてなかったなと思って、盲点だったなと思ったので、急遽カメラを回しております。このココアートチャンネルをご覧の皆さんは、悪口とか陰口と悩み相談のちゃんと区別がねできてる方だと思うので、悪口を聞いたらなんかちょっと気分悪くなるっていう風な方も多いと思うんですけれども、だからといってその悪口を言ってる相手に悪口いけないよって言ってしまって、逆になんか居づらくなったとか悲しい思いをしてる人が、このメッセージいただいた方以外にもいるんじゃないのかなと思うんですよ。そこで今回は、私の経験で大変恐縮なんですけれども、悪口に乗っかりたくはないけれども、かといって悪口いけないよって言ってしまって、自分の居場所がなくなったりとか、自分が嫌がらせのターゲットにならないでほしいなという思いを込めて、悪口に乗っかりたくない時の対処法をお話ししていきたいと思います。ココアートチャンネルではこんな感じで、人間関係にまつわることとか、どうやったらこの先の人生嫌な思いをせず我慢もせず気持ちよく朗らかに気軽に生きていけるのかっていうような心理術なんかをお伝えしています。動画を見終わってからで結構ですので、ちょっとでもいいところがあったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。悪口いけないよっていう風にあからさまにその人を否定してしまって、自分が今度嫌がらせのターゲットにならないためには、いくつかの方法があると思うんです。後半に行くに従ってちょっと難易度高くなっていくかもしれないんですけれども、すぐ使える技とかも、もうありとあらゆる方法思いつく限り絞り出していきたいと思いますので、もし使える対処法があったらお使いくださいという感じで、内容をお伝えしていきたいんですけれども、以前、悪口とかネガティブ攻撃への対処法という動画を出したことがあるんです。そちらではネガティブの上を行くネガティブで行ってみましょうとか、ネガティブの上を行くポジティブで行ってみましょうとか、こう心理学的なことから正当な心理術とか対処法をお伝えしたので、ちゃんとした動画見てみたいっていう方はそちらの動画をぜひご覧ください。ココアートチャンネル空白ネガティブで検索したらすぐ出てくると思います。またはココアートチャンネル空白悪口で検索してもらったら、それ系の動画も出てくるので合わせてご覧ください。今日はそれらで話した内容は置いといて、ちょっと変化球をお知らせしたいと思います。ココアートチャンネル。それでは悪口に乗っかりたくない時の対処法、いろいろ言っていきたいと思うんですけれども、このココアートチャンネルでは再三、人生はアート作品ですよと、自分で作り上げてくださいと、あなたは女優よっていうこともいろいろお伝えしてきたと思うんですけれども、やっぱり人生ってね、自己表現の連続で成り立ってるような、そんな感じがするんですけれども、この悪口に乗っかりたくない時の対処法も女優になっていただきたいんですね。一つのお芝居を作り上げるように女優になって乗り切っていただきたいんです。悪口には乗っかりたくないけれども、自分がターゲットになるのも嫌っていう場合は、悪口を言ってる相手を肯定も否定もしない方法っていうのがいくつかあります。やっぱり悪口言ってる相手に、あなた悪口いけないですよって言ったら、ターゲットになってしまったこと私もあるので、コメント書いてくださった方とか、いくつか同じようなメッセージいただいてる方もきっと辛い思いしてるんじゃないのかなって、大丈夫かなってちょっと心配になるんですけれども、もしあなたがもう悪口に乗っかるのも自分の性格が歪みそうで自分にもストレスになるし、でも悪口いけないよっていう風に言うのは勇気がないっていう方にも試してほしいんですけれども、それはその集団の中で悪口が始まったら、とにかく遠くを眺めるような顔をしてください。そして本当に女優になって、本当世の中っていろんな人がいるわね、いるわねで相手に視線を合わす感じで、あとはもう視線をそらしながら、本当世の中にはいろんな人がいるわね、世の中にいろいろな人がいる。これで悪口に乗っかって、あなたが誰かの悪口を言ってることにもならないし、かといって悪口を言ってる相手も否定していない、もう万全の策だと思うんですけれども、いかがでしょうか。悪口には絶対乗っかりたくない、でも相手も否定したくない時に最高の方法だと思うので、ぜひお試しください。まあこれが一番の策だとは思うんですけれども、もう相手に別にどう思われてもいいです。会社も別に仕事をしに行ってる場所なので、いじめのターゲットにさえならなければどうでもいいです私っていう方は、この先もぜひご覧ください。ちょっと使えるものが少ないと思うんです。私もちょっと思いつきばったりでいろいろ考えたので、使えるものは少ないと思うんですけれども、何か使えるものがあったらお使いください。
まずいつも悪口言ってるその相手、相手の口から出るものはほぼ 100% 悪口というふうに決めつけてみてください。そして相手が口を開くと同時ぐらいか、ちょっとかぶり気味でもいいのでこう言ってみてください。来た、今から悪口ですよね。来ました、大好物、大好きです。私ちょっと待ってください、もうあなたの悪口大好きなので、心の準備をしたいので、あと私の場合だったら動画のネタになるのでって言いたいところなんですけれども、動画配信してる人少ないと思うので、そういう場合は高校の同窓会でのネタにしたいとか、友達との LINE のネタにしたいからとか、何でもいいので理由をつけて、友達とねネタにはしたいんですけれども、録音とかはダメな感じですよね。どう、録音とかダメですよね。だったらちょっと忘れたくないので、スマホにメモしていいですか。では行きますよ、カウントダウン行きますので、ちょっとワクワクしてきた。たまらん感じやわ。ちょっとカウントダウン行きますね。3、2、1、はい、悪口どうぞどうぞどうぞ、早くどうぞどうぞ、まだカウントダウン終わってますよ、まだみたいな感じでいかがでしょうか。ここまで言われて悪口をスタートさせるのってかなりの強者だと思うんですね。相手によったら、え、悪口じゃないけどちょっと話したいことがあっただけだけどみたいな感じで理屈をこねる場合もあるんですけれども、あ、そうなんですか、悪口じゃないんですか、いつものように悪口かと思ってごめんなさい、何ですかっていう風に切り返していただいたら大丈夫です。これでね、相手がね、もし自分が無意識の場合で、あ、悪口いけないなって、ほんのちょっとでも1ミリでも思ってたら、あ、こんな風に悪口と思われてたんだ、あ、悪口いけないなと思ってくれる場合もあるんですけれども、かなりの難易度があるので、勇気のある方はお試しあれの感じの。そして逆にかなりの強者で、それでも悪口が始まったっていう場合は、さっき言ったように悪口を乗っかったりとか、あなたが悪口を聞くことであなたのストレスになってもダメなので、かといって反論できないですよね。そういう場合はメモをしてるふりをして、相手の悪口の反論をね、自分のスマホに書いてみてください。誰々さんがこう言っててさ、うん、私は全然そう思いませんみたいな、こんな感じで相手の悪口ばっかりを聞くとあなたの心がなくなってしまう場合があるんですね。自分を見失うと心と頭が別々で本当に心が疲れてくるので、メモできる場合はメモに反論を書くと、そしてふんふんと聞きながらも反論は必ず持っておいてください。その人に染まらないでください。それが最大の策になってくると思います。そして次の方法なんですけれども、このココアートチャンネルの視聴者様しかできない方法なんですけれども、相手の悪口が始まったら、いいものありますよ。私がいつも見てる YouTube チャンネルのココアートチャンネルってあるんですけれども、それに嫌いな人を消す方法ってあるんですけれども、今話されてる人嫌いなんですよね。ですよね。めっちゃいい方法ですので、この動画よかったらご覧ください。めちゃくちゃいいですっていう感じで、私の動画をその場で再生していただいてもいいですし、コーヒーはインスタント派ですから再生していただいてもいいですし、 LINE でアドレスを送るっていうパターンでも大丈夫です。その時にセットで送っていただきたいのが、悪口陰口の毒性という動画もありますので、それもセットで送ってみてください。そこで気づいてくれる場合は、え、これ私のことっていう風に気づく場合もありますし、ちょっと相手が怒ってきて、これどういうこと、悪口陰口って私のこと、いえいえ、なんか悪口とか陰口とか言われて困ってるのかなと思って一緒に送っただけですけど、そんな深い意味ありません、なんか気に障りました、めちゃくちゃいいチャンネルで、チャンネル登録して毎日見てるんですけれども、はい、めっちゃいいですよ、はい、みたいな感じでちょっとアホみたいな顔しといていただけたら、相手ももう呆れてくれると思いますので、はい、こんな顔でいかがでしょうか。下の歯、上の歯全部見せて、はい、そしてね、もう使えない対処法いっぱい言ってますけれども大丈夫ですか。もう究極の場合をいろいろ言ってるので、うん、この動画最初のいろいろな人がいますねがもう本当にもう解決法で、あとはもう余談みたいな形になっておりましてるので、そこだけはクレームはご容赦いただきたい感じでございますので、お願いいたします。次なんですけれども、悪口を言う方とか陰口を言う方ってね、そもそも何かね、噂話のネタを探してるっていう場合が多いんですよ。そこで会社の人とか友達の一人をターゲットにしてしまったら、悪口を聞かされてるあなたもちょっと顔が浮かぶから、なんか申し訳ないなっていう罪悪感も出てくるし、かといってやめたらって言えないから、なんかどん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 ちょっと嫌な気持ちになってくるじゃないですか。そういう場合は相手に別の噂話を提供する
るんですよ。えっていうようなことを提供するんです。さっきのこの動画すごいですよっていうのと同じで、私をネタにしてください。私を。この前動画で元男子で今50代の人が動画をやってるんですけど、知ってます？知らないですか？見てください。めちゃくちゃ面白い人なので、すんごい変な顔するんです、この人。見てください。そしてなんかいろいろね、なんか過去がいろいろあるみたいで、めっちゃ興味そそられると思うので、ぜひよかったら見てください。この人見てください。この人すんごい綺麗でしょ。これで元男子なんですよ。すごくないですか？整形してると思います。どこまでしてると思います？私も知らないんですけど、どうですか？よかったら見てください、みたいな形で私をネタにしてください。もう私いくら悪口言われても、私別にその方知らないので、もういくらそこで私がもうどんどん話題に上がっても、私全然嫌な気持ちしないので、あなたの知り合いが何かターゲットになりそうだったら、どうぞ私をご利用くださいませの感じで、チャンネルの宣伝もできて一石二鳥の感じの、はい、どうぞお使いくださいませ。この顔を相手に送ってみるのいかがでしょうか。この顔どう思います？ダメですか？あとはもう宇宙人を演じるというのも、私これ成功例があるので、ぜひやってみてください。もうその人が、あ、話してもダメだなっていうくらいの宇宙人を演じてください。相手から悪口が始まったら、はい、何ですか？うん、はい、あ、それって宇宙から受け取ってないっていうことかもしれないです。宇宙からちょっと受け取り忘れてるものがあるとか、そういうことかもしれないですね。はい、その時の首のラインはキャノラインでお願いします。ちょっと斜めになって、で不思議な顔してぼーっと宙を見ながら、うん、不思議ちゃんみたいな形で宇宙人の不思議ちゃんを演じきってみてください。普段きっちりしてても、なんか悪口始まったらあの子宇宙人になるなみたいな感じにしておくと、その地位はなくなるので、ぜひ使えそうにないけれども、よかったら思いついたのでお使いください。あとは記憶力が極端にない人のふりをするっていうのもいかがでしょうか。これも私試してみて成功例があったんですけれども、相手から何か悪口が始まったらほとんど聞かなくていいです。他のことを考えてみてください。相手のこの辺を見たら大丈夫です。目を見たら話聞いてしまうじゃないですか。相手のこめかみあたりとか、白髪がピョッと出てたら、その白髪あたりを見つけて、白髪が出てるな、染め忘れみたいな形でそれを見ながらぼーっとして、聞いてるって言われたら、聞いてましたけどちょっと忘れちゃったので、もう一回最初から言っていただいていいですか。さっきのキャノラインの感じで、不思議ちゃんみたいな感じで、はい、宇宙人に通じることもあるんですけれども、とにかく何回も話してるとだんだんうざくなってきて、その方も話さなくなるので、もう一回話してもらっていいですか。そして相手がそれでも話してたら、えっていうことはその方がご実家に帰られて、ご実家から会社に通ってるっていうことで大丈夫ですか。私ご実家の話何にもしてないけど、あ、すいません、え、じゃあどういうことですか、もう一回っていう感じで、もうのらりくらりにしてみてください。そのうちあなたに話してももう無駄だわと思って話さなくなるかもしれません。おい、あとは悪口を言われてるその相手の親戚になるっていうのも効果があると思います。意味わからないですか。じゃあ具体的に説明しますと、悪口が始まります。誰かの悪口を言います。そしてその人のことを、あ、その人親戚なんですよ、めちゃくちゃ遠いけど親戚なんです、はい、うん、今度言っときますね、うん、よかったらメモしときます、言ってください、今度言っときます、うん、何がダメだったんですか、うん、言わなくていい、え、大丈夫ですか、あ、本人に言った方がいいかな、言わなくていいですか、わかりました、あと何かみたいな形で、やっぱ親戚って言われるとね、相手も話しにくくなるので、いかがな感じでしょうか。最後はもう究極はアホな顔してください。うん、相手が話してる間、はい、うん、はい、あ、酔っ払ったらですよ、聞いてますよ、はい、バッバッ、はい、バッバッみたいな感じで、ちょっとアホな人を演じた、これはあなたの人格にも関わりますか、ダメですか。
はい、こんな感じで使えないことだらだら言ったんですけれども、私ねこれらちょっと無駄なこと話したようですけれども、何を言いたいかというと、悪口を話しても無駄な相手なんだっていうことを思わせた方が勝ちなんですよ。悪口いけないですよって言ってしまうとやっぱターゲットになってしまうので、かといって悪口聞きたくないっていう場合は、あなたに悪口を話しても無駄なんだってあなたの中でないでしょうか。いろいろ考えてみてください。ヴィンテージ世代ともなればいろいろ経験値もあると思うので、どうやったら悪口を話しても無駄な女優を演じられるかなみたいなことを考えて、あ、この人話しても無駄なんだなみたいな人になってみてください。やっぱりね、悪口を言う人っていうのは心が歪んでるので、その悪口いけないですよってバンとこう正論で来られると、へこむよりも攻撃対象があなたになるっていう場合があるんですよ。何かの動画で正論は時に狂気になりますよっていうふうに言ったと思うんですけれども、あなたは本当に悪口が嫌で、聞かされるのが嫌で、その人が悪口を言ってるから悪口いけないよって正しいことをやってるんですけれども、その正しいことがその方にとったらズキンときたんですよ。そしてその方はへこむタイプではなくて、言われたからムカつくみたいな形でちょっともう幼稚な感じの人なので、そんなね幼稚な感じの人だから簡単に噂話とか悪口とか陰口とかに走ると思うので、そういう悪口とか陰口とかを走る人に真正面から何を言っても無駄だっていうことだけは覚えておいてください。ということで、かなり独断と偏見にはなったんですけれども、最初のいろいろな人がいるはね、これで切り抜けるのが一番なんですけれども、それでもダメだったら話しても無駄な相手になってみるのはいかがでしょうか。こんな尻滅裂な動画なのに最後まで、何かの動画でどんなに悔しくても容姿の悪口を言ってはいけませんっていうことを動画で言ったんですけれども、過去の動画にねたびたび同じようなメッセージいただくんですけれども、最近もちょっとどぎついのをいただいたので、ちょっとご紹介していきたいと思うんですね。どんなに悔しくても容姿の悪口を言ってはいけないという動画で、がっかりしてあなたの動画を見るのをやめた41歳主婦ですと、年齢まで書いてくださってるんですね。私より10歳ぐらい下かしら。嫌がらせやいじめをした人のことをハゲやデブとコメントを書くことの何が悪いのかさっぱりわかりません。そこに本人がいないんだから誰も傷つかないどころか、言うことで自分はすっきり発散されます。言うだけではなく書くともっとすっきりします。あなたの一貫性のない動画には本当に呆れています。あなたを頼って動画を見た時間を返してほしいくらいにがっかりしています。もうチャンネル登録も解除して動画も見ていませんが、その辺のことちゃんと聞かせてください。何度もメールしていますが無視ですか。誠意のある対応をお願いします、という風な感じ。ここはアートチャンネル。もうそれでも言いたかったら、じゃあもうあなたは悪口を言ってすっきりなさったらいいんじゃないですか。そしたらあなたの周りからはいい方っていうのはどんどん離れていって、あなたの人生の質っていうのがどんどん悪くなっていって、もう類は友を呼ぶで、そういう人だけになってくるんじゃないでしょうか。もうこれに関しては私数々いろいろな悪口系の動画でお話ししてるので、またちょっと重複になるのでね、ココアートチャンネル空白悪口で検索していただいて、そちらの動画をねご覧いただいた方がいいから、なかなかねちょっとスタッフもこれをちょっと取り上げなかったと思うんですけれども、何度もメールしてるんですか。お暇ね、まあね、お暇なら来てよねって歌もねあるけれども、私全然寂しくないので、はっきり言って。でもね、あなたがね、そのね、悪口を言って、すっきりしてるのは、一時的なドーパミンが出てすっきりしてるだけで、本当の意味ですっきりしてるでしょうか？そこをいまいち考えてみてください。人生という長いスパンで見たときに、本当にその悪口っていうのは、あなたを幸せにするんでしょうか？それであなたが幸せになるんだったら、どんどん悪口言っていただいていいんですけれども、誰かにね、愚痴をこぼしたりとか、何かを言うときに、あったこととか、事実で、こうね、こういうことがあったって、こういうことが悔しかった。これはいいと思うんですけれども、じゃあ、そのやった人にデブとかハゲとか、それをましてやコメントに書くことで、どうスッキリするのか私にはわからないんですけれども、これに関して、ちょっと皆さんのコメントをちょっといただきたくて、今日この動画を取り上げたんですけれども、まあまだね、41歳ということで、まだまだ血気盛んなお若い。私も40代の時、でもそんなにでも人の容姿のことはね、言わなかったです。騙されたり、いろんな悔しい
い経験したけども、いろいろ悔しい経験をして本人にね直談判したこともあるし、そんなこと言わないでくださいっていう風にねちょっともう血気盛んで言ったこともあるけれども、相手の容姿のこととかね、ハゲとかデブとかそういうことを言って何にもならないと思います。うん、あなたが嫌な思いをするだけです。だからこの悪口はダメだよとか、容姿の悪口言わないでってショート動画でねちょっと出して、それに対してあなたがねちょっと悶々としてるから、こういうメールを何度もしてきたと思うんですけれども、よかったらこれに関して皆さんのコメントをよろしくお願いいたします。ということで、今回はちょっと悪口に関してのちょっとメッセージを取り上げる動画で、ちょっと短めの動画だったんですけれども、ぜひよかったら皆さんのコメントをお待ち申し上げております。最後まで、仕事相手はねちゃんと選ばないと後がね、大変ですよね。今まで20年以上絵の世界にいて、こういう人は信用できなかったな、こういう人は信用できなかったな、こういう人は信用できない、信用できないばっかりだけど、をちょっとまとめてみたのでお話ししてみたいと思います。何か参考になったら幸いです。まず第一に、もうこれは絶対っていう感じなんですけど、出会ったばかりなのに話が大きな人、こういう人は要注意です。ギャラリーの名前はちょっと伏せさせていただきますけれども、アートフェアでご一緒したんですね。たまたま私のブースの前にのギャラリーの方がいらっしゃって、一緒に何かしようよっていうことになったんですよ。私のギャラリーにいたブースのアーティストみんながそちらのギャラリーで何かちょっとアートイベントというかグループ展というか、そういうお声掛けをいただいたんですね。まあ最初からすごいやっぱり大きなことを言ってました。この作家を呼んでトークショーしようか、あのダンサーがいるからあのダンサーを呼んで、ちょっと規模の大きなって、もうどん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 いろいろな、もう思いつきでいろ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 っていう感じだったんですね。そしてグループ展を開催するってなったんですけれども、なんか全然最初と言ってたのとだんだん変わってきてるな。まあ規模はねそんなに大きくなくても、みんなで楽しいアートイベントができたらいいなって、そこまでまあ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 みたいな感じだったんですけれども、だから私はその若いアーティストさんにはあんまり期待しちゃいけないよって、後でちょっと落胆が激しくなるので大きい話ほど期待したらいけないよっていうことは言ってたんですけれども、そうは言ってもあまり経験のない方ってやっぱりギャラリストっていう存在が大きすぎて、ギャラリストっていうか仕事相手、画廊の人がこんな人も呼ぶからね、あんな人も紹介するからね、こういう風にするからね、このゲスト呼んでこんなことしようね、あんなことしようねって言われると、私どうしよう、この個展をきっかけになんか大きなチャンスつかめるかもみたいな、すごい妄想が広がるんですよ。だってもう言うことが大きいんですよ。あの美術館関係者呼ぶからね、君はもっとこう認められるべきだよ、美術館にね絵をね所蔵されるようにねちゃんと売り込んであげるからねみたいな感じで、なんかとにかく大きなことを言うんですね。だからその辺からどうかなと思ったんですけれども、そしてパーティーっていうことになって、どれほどの人が来るんだろうと思ったら、自分の飲み友達がほとんどだったみたいな感じだったんですね。どうこの人元男なんだよ、どう思うみたいな感じで、その私のセクシャリティをやたらこう取り上げたりとか、みんなの前でなんで興奮さんってそんなに顔が大きいんですか、ああやっぱり男の人だからこうなんですねみたいな感じで、割とこうセクシャリティに偏見があるような会話に持っていこう持っていこうとするんですね。だからその辺からなんかギャラリストとかどうのこうのの前に、この人人間としてどうなのかなっていうことを思ったんですよ。そして個展が終わって、そしてこうね絵が売れたりとかして、作品が売れたりグッズが売れたりして、半分はこっちに支払ってもらうって約束だったんだけども、待てど暮らせど振り込まれないんですよ。そしてこうまだちょっと振り込まれないんですけどっていう感じでメールで言ったら、あまだ振り込むからって言って、また振り込まれないんですよ。で何回かそういうやり取りがあって、もう私そっち行きますねみたいな感じでうちのマネージャーと一緒に言ったら、やっと振り込まれたみたいな感じなんです。あもう最初から大きいこと言う人とか、なんか嘘をつく人っていうのはもう信用しちゃいけないなって。あとはちゃんと話を聞いてくれないギャラリスト、画廊の方意外と多いです。ちゃんとこっちの話を聞いてくれない、どっちかって言ったら画廊の方が上でアーティストは下っていうような感じで、特に私ぐらいの年代になったらそんなにないんですけれども、お若い作家さんとかになるとギャラリーの人が年上でアーティストが若い方って言ったら、どうしてもなんか上から目線な感じになるんですよね。なんかちょっと見下ろすような感じだ。本当はギャラリストとアーティストは年齢に関係なく対等なんですよ。多くのギャラリーは絵が売れたらギャラリーとアーティストで折半です。
ね、何も言わなかったら折半になります。半分取るからにはそのお値段ぐらいのことをしていただかないと仕事なので、アーティストはどうしても仕事ってはね捉えられないんですよ。趣味の延長みたいな感じになるので、なかなかプロ意識が芽生えるまでに時間がかかったりするんですけれども、できればもう最初の個展からこれは仕事なんだと、自分の絵を売って画廊からお金をもらうのは、あ、売ってもらっていただいてるっていう感じではなくて、感謝をするのはお客様ね、感謝をするのは絵を買ってくださる方にはもういっぱい感謝をして、これから応援してください、よろしくお願いしますっていうのは必要なんだけれども、画廊は同僚なんですよ。同僚というか同じ仕事仲間なんですよ。仕事仲間なので、あまりこうなんか下手に出ることもないし、偉そうに出ることもない、対等、対等でいいと思うんですよ。仕事上の話をしてるのに一方的に自分の話ばかりをして、話を聞いてくれないギャラリストとはもう最初から仕事しない方がいいです。後が大変なのでお付き合いしない方がいい。これはギャラリーだけじゃなくて、やっぱり仕事関係ってそうじゃないですか。まあね、微妙なところでなかなか仕事っていうのはウィンウィンにいかない部分もあるけれども、極力ウィンウィンに持っていかないと後が大変なので、美味しい話を匂わせて期待ばかりさせて買い殺しにする取引先は要注意です。え、買い殺しって何のことって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、昔は専属スタイルといって、お給料というか生活費も全部見てくれて、個展開催したらその売上の何パーセントかが画料としてちゃんともらえてっていうことなので、買い殺しっていうのはなかなか少なかったと思うんですけれども、先ほど言ったように就職するわけではなくて単発で仕事をしますよね。そしてここで例えば日本のこれは悪い風習だと思うんですけれども、そこの画廊で個展をすると他の画廊でなかなか個展というのはできないんですよ。他の画廊から声をかけづらくなるというか、あそこの画廊さんの作家さんみたいな感じで見られるんですよ。あそこの画廊の作家さんといってもそこで個展をしない限りは何もお金が入ってこないんですよ。なのでそこのギャラリーが専属ではないにしても、一度その作家の個展をやったら定期的にアートフェアに出してあげるとか、グループ展に参加させてあげるとか、アートイベントに参加させてあげるとか、個展を本当に年に2回とかをちゃんと開催して、その作家の発表の場、売る場所っていうのをちゃんと提供してあげないと、やっぱり買い殺しになるんですよ。年に1回の個展だけでアーティストは食べていけない。ただ単に画廊のコマとして、何人もいるコマの一つとして見ているのか、そうじゃなくて、この作家さんの生活とか、この作家さんが絵を描き続けるにはどうしたらいいのかなとか、すごくたくさんアルバイトを掛け持ちしている作家さんだとしたら、1個か2個ぐらいはバイトを辞めて作品に集中できる時間をどうやったら作ってあげられるかな、もっと絵が売れる仕組みをどうやったら作れるかなっていう風なことを考えてのギャラリストもいる一方で、もうそこまでは深く考えてないギャラリーのコマとしか考えてないというギャラリーも多いです。もうそういう買い殺しをされてしまうと、作家さんって本当に身動きが取れなくて、もう個展してくれるのをこうじっと待って絵を描き続けるしかないので、そこはやっぱり買い殺しをしないギャラリーかどうか、最初の個展をする前にその辺は年間どのぐらいの展示をしてもらえるのかとか、年間どのぐらい絵を売るように頑張ってくれるのか、確約ができないじゃないですか。売れる売れないがわからないから、確約はできないけれども努力をする姿勢を見せてくれるギャラリーがいいギャラリーじゃないかなと思います。そして作家側もやっぱりプロ意識を持って、年間このぐらいはちゃんと作品を作るとか、年に2回個展してあげるよって言っても作品がありませんってなったら意味がないので、作家もギャラリーもなんか日本のアートの世界にいる人ってちょっとプロ意識が、仕事としてのなんか認識があんまりない人がいるのかなって、ちょっと語弊があるかもしれないけれども、誤解を恐れずに言うと、やっぱりお金をもらってる以上、お客様がいる以上はプロなので、プロとしての認識を持って個展がある時にはちゃんと個展として成立させるぐらいの作品点数とか、作家自身もギャラリーのことを考えて、どうやったらこの画廊に貢献できるのかなって、やっぱりお互い様ですよ。ウィンウィンですよ。お互いがお互いのことを考えられるような、そういう成熟した関係がいいんだけれども、日本のアートの世界ってまだまだそこまで進んでないのかなって、まだまだ遅れてるところがあるのかなっていうのが正直なところかもしれません。やっぱりお互いどうやったら日本でアートをもっと活性化できるのか、もっと絵が売れる環境を作れるのかっていうことを、お互いが考えられる関係が一番いいんですけれども、心のある方っていうのは、すごくちっちゃなギャラリーで、駆け出しのギャラリーでも親身になって、どうやったらできるのかな、どうやったらみんながうまくいくのかなっていうことを親身になってこうね考えてくれてます。そういう当たり前のことがちゃんとできる方っていうのが、やっぱり今後ギャラリストとしても求められるのかなって。だからもっと心あるギャラリーが増えてくれたら、もっともっとアートの世界って良くなっていくんじゃないかなって思います。
人によってコロ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 態度を変えるような人、お客様や作家を値踏みするような人とは関わらない方がいいと思います。どんな人に対しても態度を変えないっていうのは大事です。人によってコロコロ態度を変えるっていうギャラリストはやっぱり信用できないと思います。意外に多いです。あとずるくない人ね、ずるい人はダメです。あと次はアーティストやお客様、同業他社の噂話、陰口、悪口を言う相手は要注意です。意外になんかね、お客様が帰った後にね、あのお客様ああやって大きいこと言ってるけど、あのお客様あんまり買わないですよねとか、買う買わないでお客様を見てるところとか、お金でお客様を見るギャラリーもたまにあるんですけれども、もうそういうギャラリーはね、長続きしないしダメですね。あと何か企画のこととか個展のこととか展示のことでもあんまり答えを急がせない、まあ、これは作家に対してもお客様に対してもなんかこう、もうなんかすごいもう急、なんか答えを急がせる感じの人っているじゃないですか。これギャラリストに限らずいるじゃないですか。なので答えを急がせる人はちょっと怪しい感じがします。こういう感じだけれども、またゆっくり家に帰って考えて、また返事ちょうだいねぐらいが一番いいです。なんかもうその場でさ、すごいなんか答えを急がせる、もうこの今答えなかったら君チャンスなくなるよみたいな、あまりこう答えを急がす人も要注意かもしれません。そして何より大切なのが、仕事が終わってギャランティーを約束の期日までにちゃんと払ってくれない相手、特に小さな金額をごまかすような相手は絶対に付き合ってはいけません。お金をなかなか払ってくれない方は、その後やっぱり一緒に仕事をしていく上で大変なので、もう早めに関係を断ち切った方がいいんじゃないかなって。やっぱりね、お金っていうのはお人柄が出るので、お客様とのお金のやり取りのこともやっぱある程度どうやってやってるのかなっていうのを見といた方がいいですし、どうやって売ってるのかなっていうのもやっぱ見といた方がいいです。売るのはギャラリストだけれども、やっぱそれはアーティストもやっぱ押し売りしてないかなとかさ、そういうのはやっぱある程度見といた方がいいと思います。やっぱお金っていうのはすごく大事です。だからアーティストもお金の話が苦手な方多いけれども、お金の話はちゃんとした方がいいです。お金はお金なので、仕事は仕事なので、自分の作品が仕事になって、展覧会でギャラリーも自分もちゃんと生活できるようになったってなると、やっぱりどっかなんかそれが抜けてくるところあるけれども、あくまでも個展は仕事なんですよ。発表会じゃないんです、お仕事なんです。アトリエで絵を描くのも仕事、そして個展で絵を売るのも仕事、ギャラリーとのやり取りも仕事、仕事仕事仕事、私は仕事なんだと、プロなんだっていう意識を持てば、おのずとやっぱりちょっとずつ変わってきます。仕事と思えばスランプなんか待ってられないですよね。個展までにちゃんと作品用意しないといけないから、仕事っていう意識があれば、ある程度のことは乗り切れるし、これは仕事なんだと。なので仕事と思ってギャラリストともお金の話をちゃんとする。ヴィンテージ世代のムード男子絵描きのココです。今日のテーマは、絶対付き合ってはいけない人っていうのがこの地球上にはおります。このテーマで動画をお伝えすると、いえいえ、人を嫌ってはいけませんよ、みんなと仲良くしないといけませんよっていう聖人君子のようなご意見いただくんですけれども、いらないです、そういう綺麗事は。私の独断と経験になるかもしれないんですけれども、私が思う、私独自の、私の経験の個人の意見の付き合ってはいけない人をちょっと動画でいろいろと言っていきたいと思います。この動画見終わってからでいいので、ほんのちょっとでもいいところがあったら、グッドボタンとチャンネル登録を何とぞの何のとぞでよろしくお願いいたします。ココアートチャンネル、他の動画でもいっぱい言ってるんですけれども、付き合ってはいけない人の代表選手を発表したいと思います。絶対付き合ってはいけない人は、いつもいつも息を吐くように悪口とか不平不満が多い人です。悪口とか不平不満ダメですよの動画で、じゃあどういう見極めをしたらいいんですか、どの頻度なんですかって言うんですけれども、会話の半分以上が悪口不平不満っていう人は、もう付き合ってはいけませんと断言したいぐらいです。悪口とか不平不満の多い人っていうのは、もう自然と不幸になっていくんですね。あなたが不幸になりたかったら、どうぞその方とお付き合いください。でも不幸になりたい人なんているんでしょうか。いないですよね。幸せになりたいですよね。人生の幸福度上げたい、キラキラした人生歩みたい、私もそうです。心が成長して、魂も成長して、エネルギー豊かに生きていきたい、それが人間だと思うんですけれども、それと反対側にいるのが悪口とか不平不満の多い人だと思うんですね。だから幸せな人生にしたいと思ったら、悪口とか不平不満の多い人とは接点を減らしてください。前にね、距離を置いてくださいって言ったけど、距離置き方わからないっていう方は、
接点を減らすっていう感じだったらいかがでしょうか。なぜなら不平不満とか悪口の多い人とあなたが同じ時間同じ空間にいるだけであなたのエネルギー量っていうのは確実に減ってきます。私これ経験あるので言えます。そしてエネルギー量が減ってきたらどうなるかというと、やっぱり心が貧しくなって、ひどい場合あなたの心が壊れていきます。そして次の、こんな人とは付き合わないでくださいっていう方は、いい人装って、お友達装って、あなたのためだよっていうことを装って忠告してるようには見えるんだけれども、あなたができていないことやあなたの落ち度をここぞとばかりにつついて忠告や指摘をする方いないでしょうか。特にあなたが何か一つのコミュニティにいたとして、その方が先輩であなたが後輩っていう構図があったとします。会社だったら上司と部下の関係とか、ちょっと力関係があるところに多いんですけれども、普段は何も言わないんですけれども、あなたが失敗するのをまるで待ってたかのように忠告をする方いないでしょうか。忠告とかダメ出しがひどい方いっぱい出てくる方いないでしょうか。だったら私が失敗する前に危機管理としていろいろ教えてくれたらええんちゃうの、なんで失敗するまで待ってるんですか、いうような人いらっしゃらないでしょうか。っていう話を前ね、何かの動画でしたら、耳の痛いことを言ってくれる人は自分の成長にもなるから一概には言えないんじゃないですかっていうご意見もわかります。もちろん耳の痛いことを言ってくれる人っていうのは気づきを与えてくれたりとか、あ、知らなかったことを教えてくれたんだ、ありがたいな、その気持ちももちろん大切です。それが大切じゃないとは申し上げてはおりません。申し上げてないけれども、あえての言わせてください。それでも距離を置いてください。本当にその人の忠告がないとあなたはそれに気づかないの？そんなことないと思うんです。あなたが本当に人生において気づかないといけないこと、あなたが大変になることは自然な形であなたが気づくようになっております。それで気づかなかったら今気づくべきではないんです。時期ではないということなんです。100歩譲って全ての忠告が悪いとは言いません。もしその忠告してくださる方の中にあなたへの嫉妬とか嫌味とか、あなたを見下す何かがなければ、不思議とあなたは嫌な感情にならずにすごく腑に落ちて自然な形であなたのプラスになってるはずなんです。なんでこの話するんですか。さっきの話と全然違うんじゃないですか。いえいえ、忠告っていうのは形の違うあなたに対しての不平不満なんです。これが行き過ぎたらいじめになったりとか嫌がらせになったりするんですね。それと同じで世の中とか社会への不平不満も要注意です。先ほどの忠告と全く同じ構図なんですね。あなたが同じ場所にいて、あなたに対しての不平不満とかあなたに対しての忠告じゃなくて、世の中ってこうだよね、こういうところがダメだよね、政府こうこうこうでこんな感じで嫌なんだけど、もっとこうあるべきだと思うんだけど、人が集まったらそういう話ばっかりする人いるじゃないですか。これも悪口とか忠告と全く同じあなたの心にネガティブな影響を与えるんですね。でもやっぱり世の中っていうのは完璧でもないし、政府も完璧ではないし、私もあります。いろいろ思ってること、 LGBT のこともありますし、アート業界のこともいろいろ不満もありますけれども、じゃあそれに対してあなた何やってるんですか。その人はきっと何にもしてないんですよ。何にもしてなくて集まったところで悪口とか不平不満のヘドロのようなものを吐き出してるだけだから、一緒にいてあなたは気分が悪くなるんです。そうじゃなかったら気分は悪くならないんです。希望がそこになかったらただの悪口になってくるんですね。ただの不平不満になってくるんです。そういう人も要注意人物です。そしてこんな人いないでしょうか。言ってることはものすごく前向きでポジティブで、頑張ってることとか明るい話題を言ってるんですけれども、なぜか一緒にいてなんとなく嫌な気持ちになったりとか、その後なんか自己嫌悪になったりとか、あなた自身がネガティブになることないでしょうか。ネガティブとまではいかないけれども、一緒にいてあなたのテンションが下がったりとか、あなたのモチベーションがだだ下がりになる相手っていないでしょうか。あとは一緒にいて疲れるとか、さよならした後にやっと一人になれたと思うような、そういう感覚の人っていないでしょうか。そういう人ともあなたは付き合うべきではないんですね。でもその人は別に悪口でもないし、不平不満でもないし、明るい話題とか頑張ってる話題とか、一緒に前向きに生きていこうみたいな、逆にそれが疲れるんだよみたいなこともあると思うんですけれども、別に悪口じゃないけど、なんかあの人といると疲れるみたいな人いるじゃないですか。なんで疲れるのかというと、あなたと見てる方向違うんですよ。全然お互い心の目が合ってないんです。あなたの心理的なエネルギーの色があったとしたら、あなたが黄色だったら相手はブルーみたいな、反対色だから混ざると気持ち悪くなるみたいな、なんか言えば言うほど分からなくなるんですけれども、なんとなくヴィンテージ世代の方だったら、いろんな人と会ってたらそんなことないですか。相手はすっごく前向きですごい明るい話題とか、別に悪口とか言ってないけど疲れる人っているじゃないですか。そういう人ともあえて言わせてください。距離を置いてください。付き合わないでいただきたいんです。この話題をした時にパッと頭に浮かぶねことわざがあるんですよ。皆さんもご存知、君子危うきに近寄らず。この有名なことわざが私はすぐに頭に浮かんだんですね。やっぱり徳を積んでる人とか幸せ
な人っていうのは、人と出会った時に、はい、すぐに仲良しとか、すぐにその人を信じるとか、すぐどっぷりってならないんですね。石橋を叩くまではいかないんですけれども、あ、この人危険だなと思ったら近づかないとか、この人といると自分がなんかちょっと嫌な気持ちになるとか、あの、この人といるとものすごいどっと疲れるっていう人とはやっぱり距離を置くようにしてるんですね。それができる人とできない人っていうのは、その先が大きく変わっていくと思うんです。心の危機管理能力とでも言った方がいいでしょうか。素直で優しい人ほど出会いは一期一会、みんな大事、友達が多い人が良くて友達が少ない人が悪いなんてないです。誰かに嫌われてもいいんです、誰かを嫌ってもいいんです。そういう自分のね、負の呪縛っていうのをちょっと解禁してあげて、いい話はしてるんだろうけれども、なんか疲れるから距離を置くって自分の中にある程度覚悟を持つと、その先が大きく変わるので、やっぱり出会う人出会う人の大事にしすぎてるっていう人は、この辺をちょっと持っていただくだけでも何か流れが変わってくるので、ぜひ心に留めておいていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。やっぱりこの動画でも人間観察系とかいろいろお伝えしてるんですけれども、誰かと出会ったらその段階でしっかり人間観察をね、人間観察するのは性格悪いんじゃないですかって、もうそんなこと関係ないです。やっぱりもうこの年齢になってきたら、一つの出会いっていうこと、一つのご縁っていうことに対して慎重になっていっていただきたいなっていうのが私の本音でもありますので、出会った段階でよくその人を見極めていただいて、ご縁をつないでいい人なのかどうなのか、この人と一緒にいたら楽しいけれどもなんか疲れるだったら、ちょっと距離を置こうっていう潔さっていうのも必要になってくると思うんですね。ということで、今日は付き合ってはいけない人というテーマで動画をお届けしたんですけれども、本当はまだまだあるんです。今までもお伝えしてきたし、これからもお伝えしていきたいんですけれども、まとめとしてちょっと言わせてください。あなたの人生はあなたのものです。幸せになる一番の近道っていうのは、自分の人生を自分で守ることができる人だと思うんですね。誰かの顔色を見たりとか気遣いももちろん大切です。私たちに脈々と流れる誰かを察する気持ちももちろん大切です。そういう気持ちも持った上で、何よりも自分で自分のことを守る、自分の機嫌は自分で取る方法、スキルを身につける、誰かに幸せにしてもらう人生ではなくて、自分で自分を幸せにする方法を模索して、魂のレベルを上げて、エネルギー高く幸せになっていただきたいなって、だからこそその意味でも、こういう人とはちょっと付き合ってほしくないなっていうテーマでお話をしてみました。これが全てだなんて全然思ってないです。反論覚悟でいろいろなことを私の経験からお話ししているだけなので、あなたの人生のちょっとでも何かのきっかけになれば幸いです。こんな感じでココアートチャンネルでは心の美容動画をたくさんお届けしているので、よかったらこれからも見てください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後まで、今日は皆さんのコメントにお答えしていこうと思います。いつのコメントやねんっていうお声が届きそうなんですけれども、1年以上前です。申し訳ございません。なかなか動画にできなくて、少し前に許せない人を長い動画で2つに分けてお届けしたんですけれども、あの時は VR の方で撮影したんですけれども、今日はここで撮影していきたいと思います。画面のどこかにスタッフが出ると思いますけれども、はい、スタッフ出てください。これです。はい、こちらはあのスタッフは申し訳ありません、 VR のスタッフで出させていただきますので、私こっち寄りましょうか。はい、スタッフとね、はい、バーチャルのスタッフとリアルのココが並ぶことがめったにないという感じですけれども、いかがですかね、今は感じでしょうか。ここにスタッフおりますけれども、スタッフにコメントをね、読んでもらいながら動画を進めていきたいと思います。それでは行きたいと思います。グッドボタンとチャンネル登録して、次の動画もぜひご覧ください。それではコメントを読んでいきたいと思います。スタッフさんお願いします。では行きます。はい、いつも元気になります。関わってきた嫌な人は、私の場合自分のことを言わず私のことをいろいろ聞き出す人間。最低いますね、そういう人。どう、いますね、いますね、そういう人。そういう人っていうのは何かしらあります。うん、あなたのプライベートの話を聞いて、今はいい感じでも、だからフレネミに多い感じですね。だからあなたの言うことをこうね、こうリサーチしてる期間ですね。リサーチをして聞いて、自分のことを言わないで、あなたのことをリサーチして、何か損得で動いたりとか、そうじゃないかもしれないけれども、そういうタイプの人はそういう方が多かったので、私の経験上はね、スタッフさんね、はい、そういう方が多かったので、ぜひ注意深く観察してからお話ししてください。無防備にならないで。次どうぞ。自分が思う関わりたくない人、関わってはいけない人は、他人の痛みがわからない人です。いるね。痛みがわからない人っていうのは、痛みを経験してない人だと思うんですよ。どう思います、スタッフさん。痛みを、うん、そうですね、やっぱ想像力が足りない人じゃないんちゃう。想像力も足りないし、自分がされて嫌なことを平気で人にする人に多いですよね、はい、そういう人っていうのはね。皆さんはどうでしょうか。私たちだけでは不十分ですので、聞いたコメントでこれはと思うものがあったら、ぜひ皆さんコメント残してください。それでは次のコメントどうぞ。はい、
人当たりがいい、性格悪いやつ。仲良くなり始めた頃にガブリとやられます。ココさん、動画楽しみにしてます。他の方のいろんな意見を聞いて参考にさせていただきたいです。あら、ということで、あら、どうでしょうか、それはスタッフさん、どうでしょうか、どんな感じでしょうか。人当たりがいい、性格悪いやつ、知ってますか。知ってます。あら、初めすごくいい人だなっていう浮かびました今、うん、印象がすごいあるんですけど、うん、表現するというか、うん、ある一定を超えると表現するみたいな。いますね、そういう人ね。ますね、うん、昔個展をしたギャラリーオーナーでいましたね、そういう人。そうですね、もういい人だな、人柄すごいいいなと思ったのに、あれっていう感じがね、うん、お金のやり取りに出ましたね、そういう時ね。そうですね、人当たりが悪そうで、表情悪そうで、そして意地悪っていうのはね、キャンディーキャンディーのイライザみたいなね、うん、うんうん、アニメみたいな分かりやすい人なかなか少ないんですよ。これに関して皆さんどうでしょうか。人当たりが、人当たりがいい、性格悪いやつ。人当たりがいいのに性格が悪いやつ。だから表面だけは人当たりいいけれども、お腹の中がヘドロですっていうようなやつですよね。ねえ、皆さんこれどう思いますか。皆さんの意見が聞きたいということですので、ぜひコメントを聞かせくださいよ。せよいせよ。悪口、陰口を言う人、他人を認められない人、人の意見を受け入れられない人、他人の幸せを願えない人、人を褒めたり感謝をすることができない人、自分のことしか考えていない人、ありがとう、ごめんなさいが言えない人、自分の愚かさを認められない人。かなり溜まってますね、この方。そうです、かなりもういっぱい経験、人生経験豊富な感じで。どうでしょうか、スタッフさん、そこなんかたくさん項目ありますけど、なんか気になったところとかありますか。ありがとう、ごめんなさいが言えない人は、基本的なことというか、意地張って言えないという時もあるかもしれないですけど、基本的に関係性上でやっぱりありがとうとかごめんなさいというのは言えるのが好ましいかなと。ご夫婦とかさ、関係が近くなったらありがとうを言わなくなるっていうのよく聞きますけれども、それはどんな感じですかね、皆さん。なんかもうやってもらうのが当たり前になる関係になるんじゃないですか。そのだからご夫婦とかで旦那さんがありがとうを言わないっていう感じがね。でもそれこそ必要なことだよね、必要なことだね、長くいればいるほど。はい、次のコメントいきたいと思います。ココさん、はい、いつも元気で、元気が出るお話ありがとう、感謝感謝。こちらこそです、ありがとうございます。以上です。もうコメントですか、ありがとう、こちらこそですよ、こちらこそですよ、いないさいのいそいないさい、こちらこそのととそのそです。はい、ココさん、皆さんこんばんは。こんばんは。最後どんな表情するんだろうとムフムフしてます。あ、私、はい、私多分私の。関わりたくない人は言うことがコロコロ変わる、自分が正しいと思ってる、自分の考えを押し付ける、自分がやるべきことを人にやらせる、急に怒鳴る、お金の執着がすごい、すぐに否定する、人をコントロールしようとする、お前はおかしいと連発する。残念ながらこういう人たくさんいると思うんですよ。私はこうならないように気をつけます。えらい、以上。最後すごい、嫌な人に会った時にこうならないでおこうっていうのはね、実はね、心の病、心は全然言えてないけど、心の防御になるんですよ、心の防御、私だけはこうならないでおこうって。やっぱりね、いや、これらの人と一緒にいて一番ダメなのは同じ穴の無地なになるいうことじゃないでしょうかい。おお、ね、最後の顔が気になるということで、いっぱいいろんな顔しておきましたけれども、サービスショットでいかがでしょうか。ココさん、いつも元気、元気をありがとうございます。こちらこそ。私が関わって大変やった人は、人によって態度を変える人、同じさっきとね、強い人に媚びて弱い人へ当たり散らす人、わかる、わかる、周りを巻き込んで一人を追い込む人、最低、上げ足しか取らない人、いやらしい、やらしい、他人を素直に褒められない人、クズ、他人の成長を自分の育て方が良かったからと周りへ押し売りする人、アホですかね、最低。これ一人の人なんですけど、残念な人と思います。てんこ盛り、以上、以上。最悪やん、一人の人でそれずっとてんこ盛り、てんこ盛りです。どんな育ち方してきた、何食べたらそうなんの、何食べてきたん、え、ヘドロ食べてきたん、ドブのすくい取って、え、そんな人やん、うん、てんこもりこって言ってあげて、その人のこと、うん、今日からてんこもりこです、その人、うん、もりもりもりこ、もりもりもりこでお願いします、はい。
ココさん、こんばんは。こんばんは。僕が思う関わってはいけない人です。1、悪口陰口を言う人。2、人の不幸は蜜の味の人。3、嫉妬深い人。4、人の幸せを心から喜ばない人。5、困ってる時に手を差し伸べない人。6、愛想笑いの人。7、いつも悪知恵を働いてる人。8、言葉に責任を持たない人、かっこ嘘つき。以上です。これ以上にあると思いますが、上記の人とは極力関わりたくないです。以上。正しくもう自分でもう対処法まで関わらないべきです。皆さんの割りこんな人いない。最悪の最低子さんという名前をつけたいと思います。なんか名前つけて全部つけないといけなくなるんだ。次、はい、初対面で深刻な身の上を話をする人にはひとまず警戒するようにしてます。確かにね。不幸を処世術にして被害者の顔で接してくるし、私をセンシティブに扱わないと傷つくぞと。不幸の押し売り。己を人質にして相手をコントロールしようとします。いわゆる繊細チンピラと同じ種類だと思います。初めて聞いた。繊細チンピラ初めて聞いた。そんな言葉あんの？繊細チンピラ。繊細チンピラ。じゃあもう繊細きんぴらという新しい言葉をね、きんぴらごぼうのような感じのね、でも今すぐひげひろはちょっと困りますね。でも最初に言ってたように、聞いてもないのに最初から私の不幸自慢というか、それってね、ある意味被害者マウントっていう新手のマウントと思った方がどうでしょうか。皆さんの周りに被害者マウントするということ知ってるっていう方がいたらとお願いします。お願いします。あなたのことを本当の妹ぐらいに思ってるよって言ってた実はフレネミ。1年以上関わってしまい、気づいたら人間不信になってました。 SNS で承認欲求が強すぎる人も自慢が始まるのでエネルギーは奪われると思いました。あら、以上。フレネミーの典型ですね。その最初にあなたのこと妹みたいに思ってるんだからとか普通言わなくない？そんな、軽々しく。そんな軽々しく言う言葉じゃないですよね。あなたのこと本当の妹のように思ってるのよとかさ。それと似た言葉であなたのためを思って言ってるのようにちょっと近いと思います。そうね、皆さんの周りこんな人いないですか？いたらコメントお願いします。ココワートチャンネル。連絡先を聞いてくるタイプ。親しくないのに身近な人の悪口、噂話をさらっと言ってくる。笑顔だけと目が笑っていない。やっぱり距離感がね、ずれてる人なので、もしその人に悪意がなかったとしても、最初からね、境界線を引けない人っていうのがやっぱりいるんですよ。最初からこう自分のね、さっきの自分の聞いてもないのに、いきなりこう不幸な話をしてくる人と同じで、いきなりこう土足でこう入ってくるような人もいるじゃないですか。でも、こう不幸話とかこういう風な入り方をすると気づかないと思うんですけれども、ズケズケと入ってくることとやってることは同じなので、要注意ですよね、やっぱそこはね。そうですね。はい。男には積極的に手を振ってにこやかに愛想し、女には上から目線で挨拶も自分からはせずに、相手が自分に挨拶しなければ無視されたと怒る女。ほとんど関わりもないのに、いきなり近所の男を下の名前で甘えた声で呼ぶ女。男は皆自分に興味あると思っている女。こんな女にマウントを取られました。最悪。何歳ぐらいの人なんだろうね。その人、この前ね、私のお友達に相談を受けたのは、私と同じ年、もう50を過ぎて旦那様いるのにホストにハマっちゃったみたいな人なんですよ。私友達、その男性の方が友達だったのでどうかなって相談を受けたんですけれども、いろんなね価値観があるしご夫婦のことだからあれなんですけれども、アホちゃう言うて、そんな、ねえ、どう思います？皆さんどう思います？なんで関西弁？息を吐くように嘘をつく人、意地悪な人、周りに合わせて悪口を言う人、コロコロ話が変わる人、人を見て態度を変える人、こんな人とは距離を取ります。やっぱコロ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 人にとって態度変える人、私やっぱちょっとね、私も信用できないです。八方美人っていうか、息を吐くように嘘をつく人っています。います。盗癖ってあるじゃないですか。盗む癖って書いて盗癖、物を盗んでしまう、それと同じで嘘癖ってなると思います。私一人知ってます、
取るに足らないことまで全部嘘、注目を集めたいからの嘘かもしれないけれども、すぐバレるのに、一人いました、絵描きさんで、私ねオバマコレクターなんですあるはずなくないって、うん、オバマあのコレクターだったらもう有名になってるよいうことをしていました。うん、だから絵描きさんってあの実績のないことをこう実績って言う人いるじゃないですか。うん、でも、うん、行き過ぎはちょっとプーのパーのペーのピーのホーのサーのコーかな。そんなの普通にわかります。わかる、わかるよ。この質問家族に聞いてみました。否定から入る人、悪口言う人、お金の話しかしない人。否定から入る人はとにかく私は付き合いません。否定から入る人はダメです。うん、もうとりあえず、まあ最初はそういき、なんでいきなり否定できるのってよくも知りもしないのにって。だからまずは疑問、あの、100歩譲って疑問ならいいかな。どうして、なんでって言うんだったらいいけれども、いきなり否定は許せないかなと思います。皆さんどうでしょうか、この辺は。の。上から目線で人をバカにして鼻で笑う人。上から目線は私も動画にしましたけれども、鼻で笑う人。鼻で笑う人は鼻で笑っていいと思います、私。うん。なんか人のことをなんか小バカにしてくる人がいるじゃないですか。あの鼻は大丈夫だと思います。はい、あの同じような土俵に上がるのはいいけど、鼻で笑うぐらいだったら私はいいと思います。鼻で、うん、だってあの、うん、うん、はい。ココさんこんばんは、いつもありがとうございます。関わってはいけない人、上司にチクる人、攻撃的な人、気分次第で態度を変える人、人の容姿を嘲笑う人、最低いるんですよ。今現在バイト先にココさんが教えてくださった嫌いな人の幸せを願うを実践中です。いいです、幸せを願う、幸せを願う、幸せを願うのもいいけれども、人の、そこでちょっと引っかかったら、人の容姿、そう、どんだけの美人なんですかその人ね。うん、私のよくあの動画でもね、容姿のことすごい書かれますね、スタッフさん、うん、容姿のこと全部あなた削除してる。そうですね、容姿のこと全部、コメント全部削除してる。どうですかその辺は。の、うん、容姿のこと全部削除、よく、まあだからそういうことをよく書いてくるなと思います、うん、どういう、自分はどんな格好しから、どんな顔をして、どんな体型と思います。うん、人にそういうの書いてくる人ほど、うん、あの自信がないんじゃないですか自分に。うん、やっぱりこうお顔って、あのやっぱり人間の長い歴史で、美意識で、目が大きい方がいい、鼻は細くて高い方がいい、口、昔は口おちょぼ口だったのよ。もうこれを美人とされてて、今もそれ引きずってる人が私の口大きい言い張るの？もうこうやって喋ってたらいいの？ちっちゃく喋ってたらいいの？うん、よく一番言われるね、口大きい言うて。食べられそうって。あんたみたいな誰が食べんの、汚いそんな。うん、食当たり起こすわ、ほんまに。ねえ、人の容姿のこと言う人、その人が一番ブーの数です。そうです。はい。ココさんこんばんは。いつもありがとうございます。感謝です。あ、こうやって、お礼でしたか。とんでもない、ありがとうございます。頭皮マッサージを今してるんですけれども、うん、私のこの最近の大お気に入りです。下のアマゾンリスト貼っております。毛量増えますし、このままシャンプーできもういいです。はい、案件じゃないです。はい。ココさん、いつもありがとうございます。こちらこそ。関わってはいけない人、悪口、陰口を言う人、自分が楽、得をすることだけを考える人、ここだけの話と切り出す人、相手によって態度を変える人、相手の迷惑を考えず、何でもどんなことでも自分で直接確認しないと気が済まない人、仲の良いふりをして裏でその人のことをバカにしている人、腹黒い人などなどです。以上。最低。腹黒いってどういう人ですか、逆に。もう他にもいそう。腹黒い人。皆さん、どんな人が腹黒いと思う？皆さんはどんな人が腹黒いの？どんなの？やっぱり表と裏がある人じゃないですか。腹黒い。でも誰でもあるでしょ。誰でもあるけど、その、うん、さっきみたいにあのいい人に見えてっていうのが一番じゃないですか、うん、だって表裏、私も動画で喋ってる時はこんな感じですけど、もっとだらしないじゃないですか、うん、そのさ、汚い作業着てダーってしてる。それは人も、うん、それも表裏ですよね。普通の人でもやっぱり外に出る時と、うん、違いますね。家の中は違いますもんね、うん、そういう表裏じゃないんですね、腹黒っていうのはね、うんうん、お腹の中で真っ黒ヘドロね、うん、外ではもう最低。そんなもう、そしたらせめて外も黒く折って、うん、外もヘドロで折って、外も醜く折って、外も歪んどいて、顔って顔しといて、うん、そしたら分かりやすいから、私の中で同じような顔真っ黒ですみたいな顔しといて、真っ黒は私はヘドロですみたいな顔しといて、うん、そしたら分かりやすいから、もう生地、その表面だからよかった、もう分かりにくい、騙される。
関わってきた嫌な人は私の性格を決めつけて他人に伝えて仲間外れ、もしくはいずれ仕事を辞める方向へ持っていくために上司という立場を使い、他人には常に良い顔をし、私に直接指導もせずに間違っているところを見せつけてたり、私の考えは〇〇なのにあの人は〇〇して空気読めないなどという上司、聞いてと言いながら質問しに行くと1と言ったくせに別日に私にって言ったのにと他人に愚痴る、指導しない自分の責任なのに分かっていない、ほんまよ、そして職場の大抵の人に分からないようにそれをしているつもりだが他の人にはしっかりバレていて非難されていることに気づいていない、気づいてない、気づいてない、最低、まあ、そういう人いてますよ、いますね、最低、みんな分かってるのよ、うん、自分の気分や思いつきで人を振り回す人、最悪、もう構ってちゃう、機嫌と高いよ、そういう人一番やったらあかん、そういう人一番やったらあかんの、機嫌取ることと忖度すること、うん、もう放置、放置プレイお願いします、弱ってる時とか不安定な時に限って攻撃してくる人、正論で他人を攻撃する人、最低、嫉妬や欲を制御できない人、うん、それを周りに当たり散らす人、わー、自分で自分の機嫌が取れない人、かっこ病気は仕方ないので含まないです、あ、含まないです、うん、笑顔が気持ち悪い人、うわ、どんな、かっこどんな笑顔、こんなん、ありがとう、ごめんなさいが素直に言えない人、あ、それさっきも出てたね、うん、責任逃れして良いとこは搾取する人、他人の幸せを考えない人、わ、いっぱい、次から次、相手のタイミングを待てない人、あ、待てない、待って、コントロールしようとしてくる人、せんといて、平等対等に付き合えない人、相手の自由を尊重できない人、尊重して、わー最悪、そんなん最悪です、そんな人、うん、その中で一番どれやろう、そんなん、それね、いっぱい、責任逃れして良いところは搾取する、わー最悪、これ一番最悪ですね、最悪、うん、すごい、どんどんすごい顔になってくる、こんなん、どんどん手柄は自分のものにするわ、いるんですかそんな人、 いてそう、組織会社とかっているのかな、皆さんどうでしょうか、皆さんにはこういう人います、どんな感じの、もしこれで当たる人で具体的な知ってるよっていう人だったら書いていただいたら、とここはアートチャンネル、今回のテーマは関わってはいけない人ということで、私が思い浮かんだのは他人の気持ちに寄り添おうとしない人と、自分以外の人を自分にとって利用価値があるかどうかという物差しでしか見ていない人、かっこイコール相手のピンチやトラブルは見て見ぬふり、知らない興味ない敵態度です。表面上は人気者だったり優しそうだったりする人でも必ず言葉に現れています。以前は自分が疑り深すぎるのかしらと思っていましたが、最近は数回の会話で分かるようになってきました。笑い、正直なところたくさん見かけますよね、自分も気をつけなきゃなと思いつつコメントいたしました。笑い、ここチャンネルに集まる方々は皆様お優しいので癒されています。長文失礼いたしました。何でも何でも書いてください、何でも長文でも何でも書いて、さっきとコメントとあったように、人がピンチの時不幸の時に何かっていうのってもう本当に最低だと、そこを最低、そうですね、あ、でもすんごいいいコメントね、皆さんもう本当この動画作っていただくわけにいかないですか、すんごいすごい経験してらっしゃる、うん、あの関わってはいけないチャンネル作っていただけないぐらい、うんね、はい、ココさんいつも元気が出る話をありがとうございます。関わってはいけない人は人を利用する人、私自身利用されたことがありました。人を差別する人、人の痛みを知らず傷つける人は関わりたくないです。以上、おる、差別する人、おる、やっぱ差別はね、されないとわからないですよね。うん、でも想像力がないのかな、そういう人っていうのは。うん、この人はどう差別されたら、わからないのかな。うん、私もね、自分がたくさん差別されてきて思うんですけれども、私を差別した人っていうのは、漏れなく想像力の欠落した頭が空っぽな人でした。よーい。いつもありがとうございます。こちらこそ。関わってはいけない人、会社に来てて働かない男です。働いてって。抗議したら逆ギレした上に、私がいるから働かないんだって言われました。挙句にあんたは皆から嫌われているんだと言われ、じわりじわりメンタルやられてます。おのれじゃ言うたれ、おのれじゃ言うたれ、おのれじゃ言えないですね、こんな、おのれじゃ言うたれ、おのれじゃ、どの国どんなやつなのよ、うん、仕事サボっててもお給料もらえる会社組織っていっぱいあるね。80対20の法則の動画見てください。まあそれはあるでしょうね。でもね、そういう、もう諦めましょう、うん、その人に対しての期待は一切捨てて、うん、なんか誇りぐらいに思ってください。
ね、うまい具合に手抜くことも必要だと思いますけど、そう、あなたも手抜いて、あなたも手抜いて、あなたも手抜いて、うん、うん、その人ばかり手抜かしたから、あなたも手抜いて、うん、でもその人がサボってあなたにその幸せをくるって、会社の組織も容量がいいっていうのは別に悪いことじゃないですか。容量がいいのは悪いことだけど、その人容量じゃないよね、うん、この人はもうサボって、あ、最悪、うん、ヘドロ、うん、汚い顔して見たことないけどごめんなさい、ね、はい、次、だいたい性格悪い人汚い顔乗ってくる、意地悪な人意地悪な顔乗ってくる、サボってる人サボりの顔乗ってくる、ごめんなさいね。ワイの前の職場の上司、ワイのワイの半沢直樹の大和田常務の上司のミスは部下のもの、部下の手柄は上司のものという言葉がそのまま服を着て歩いているような性格の持ち主でした。大和田常務よりもひどいのは、部下のミスは部下のものということが徹底してた完全なサイコパスでした。その上司の絶対に捕まらないパワハラでメンタルを壊され、未だに自宅療養の身です。以上、大丈夫ですか。もうね、あなたの人生あなたのものだから、うん、やっぱりこういう風にね、末期まで行って心が壊れてからっていうことじゃなくて、もうどこかで自分で気づいて、もう離れる、避難するって大事なので、こういうことね、関わらないで系の動画も出してるんですけれども、その後どうでしょうか。もうずいぶん前のコメントなんですけれども、その後どうでしょうか。もしよかったら今のご様子コメントで書いてお聞かせください。ハート押しに行くよ。うん、ココさん辛い、人間不信中、人が好きだから傷つくと人から言われたが、私は人は好きだし距離感がわからない。以上。距離感はこの動画でもね、今までも動画にしてきたんですけれども、これからも動画にしていきます。人への期待をね、もう丸々捨てるっていうのはやっぱり無理なんですけれども、ちょっとずつね、やっぱ境界線を引いていくんですよ。やっぱり人と自分は違う人間だって区別をすることが、強いても自分の心の防御になってきます。違う言い方ですると、心を閉ざすっていうのはすごく悪いことと思うんですけれども、自分の心を保つためにはどんどん心を閉ざしてください。あなたの心を開いていいのは、あなたの心が通じる相手です。どんな男にも股を開いたらとんでもないことになるじゃないですか。それと同じです。誰にでも心を開かないでください。心を開く相手を選ぶのは大人の礼節でございますよ。コロナ前の話です。幼稚園の保護者の親睦会がありました。その受付で一人一枚紙を渡され、質問コーナーがあるので何でもいいので無記名で一つ質問を書いて箱に入れてくださいと言われました。質問コーナーが始まり、私もくじを引きました。何が書いてあるのかなと読んでみると、あなたが今までの人生でした最大の悪事はと書いてありました。は、最大の悪事、そんなこと普通幼稚園の親睦会の質問コーナーで、なんで出会って間もないママさんたちの前で言うこと、だけどくじだし、これ書いた人誰だかわからないけど関わりたくないって、でもこの中にいるんだって人間性を疑います。疑います。ちなみに私の答えは、若い頃にガソリンスタンドで5000円で支払いをして1万円で払った分のお釣りをもらいました。その時、あ、お釣りが多いと思ったのに、次のお客さんもいたこともあり、そのままガソリンスタンドを後にしました。帰ってから財布を見ながら数時間、閉店間際にレシートとお釣りを握りしめガソリンスタンドに返しに来ました。偉いです。お釣りが多かったことに気づいてたのに、受け取って帰った後の数時間、自分に対する嫌悪感、罪悪感でいっぱいでした。これは私の最大の悪事です。でも返せてよかったと、帰り道に食べたミニストップのパフェは今までで一番美味しかったですと言いました。ミニストップのパフェがあるんですか。 YouTube のコメント欄でも同じこと、無記名なのをいいことに人を陥れて裏で笑う、うん、同じ人間として恥ずかしく思います。そうですね、絶対関わりたくないです、うん、以上。すごい、あのね、自分の心で葛藤があって自己嫌悪でそうやって会社に行って偉いです、うん、なかなかできないです、ね、過去若い時っていろいろありますけれども、ちゃんとその時に清算されてね、うん、偉いです。はい、よくね、うん、そのままの人が多いのに、うん、もらったことないな、お釣り多めに、うん、少ない時あったな一回、うん、逆はあります。1万円で払ったのに、あの5000円払ったお釣りは私にもらったことあるけど、私その場で言いますね、多いですよって私はお釣り少ないなって思いながら、なんかすごくイライラしてらっしゃったので、な、諦めたかな私は。少ない時も言います私は。あ、なん
かなか私若い男の子の時だったので、その、はい、次どうぞ。いつも楽しく、いつも元気をくれるココちゃん。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様。以上。以上です。ありがとうございます。人の悪口大好きな人。とにかく会っていても楽しいことなんて一つもないですよ。こっちまで悪人顔になりそうですよ。なる。以上。こんな顔なる。明るくて大好き。見習いたいです。なるほどね。以上。ありがとうございます。人を利用する人、私利用されるタイプなので。以上。私もそうでした。ねえ、悔しいですよね。でも利用する人に比べたら300倍も500倍も1000倍もマジです。人を利用する人最低ですね。そういう人だったら私だけはその人にならないっていう風に、相手のことを深く同情して、心の底から同情して幸せに乗ってください。いつも楽しみにしています。ありがとうございます。関わりたくない人はまさに今日の出来事なんですが、あら、自分、まあ、1年前ですけど、自分より立場の弱そうな人に対しての暴言を大声で怒鳴る人です。最低。いつもは人の良さそうにしてニコニコしているのに、気の弱そうな人には突然大声で怒鳴る人。その人の本性が分かりますよね。周りで聞いている人たちがとても気分悪くなります。本当に関わりたくない、以上。コロ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 ね、人見て態度変えて、誰そんな、何様、なんぼのもんって言うて、何様、ココアートチャンネル、よろしくお願いします。何をしたかされたかわからないけど、明らかに一人で機嫌が悪くな怒ってて、急に仲良しだった人を挨拶から無視したり話をしなくなる人、性格悪すぎて絶対関わってはいけない。そしてそういう人に限り自分が一番になりたがる。しかし外見はそれほどよろしくない。裸の王様なのにね。裸の王様の人いますよね。裸の王様の人います。自分で気づいてなくてね。ココさん、いつもありがとうございます。こちらこそ。自分のこと棚に上げて人を悪く言うやつ、今日関わりたくないので何も言いませんと上司に許可取りました。迷惑していますって書いてあったか ね、ね、いるね、そういう人ね。ご注意ください。ココさん、はじめまして。関わってはいけない人、今の自分ごとしか考えてない人です。元夫です。養育費請求申し立て調停中。以上。払わないの？払ってないんじゃないですか、これは。最悪。これ最悪ですよね。これ制度がちょっとね、制度も、強制できないですか。いや、夫婦は離婚しても子供は子供だから払っていただかないと。ねえ。やっぱりだって、一人で育てるのってどっち？大変よ。私の友達でもいるけど、大変よ。最低。票が出たらいいのに払わない人っていう。出せたらね、犯罪だよ。そうです。最低。泣き寝入りしないでください。頑張ってください。応援しております。もうどんなお顔にされても驚きませんわよ。どういうこと？いつも期待大です。私の関わりたくない人は悪口ばっかり言う人、人を羨ましがってひがむ人、おしゃべりな人。私入って以上。私おしゃべりですけど大丈夫です。私おしゃべりです。おしゃべりな人はまあ別に関わってはいけないってこともないとは思うんですけど、まあ、そのこの人の嫌な人がおしゃべりな人なんでしょうね、きっと。反省はするけど後悔はしたことないって人がいました。反省はしたことないけど後悔はしたことない、反省はするけど後悔はしたことないって人がいました。ほうほうほう。安い反省しかしないので、同じ過ちを繰り返しています。人を不幸にして後悔 しないなんて絶対近寄りたくない人です。人を不幸にして、以上。人を不幸にして平気はダメ。人を不幸にしたらダメ。人を不幸にしたらダメです。そんな、公務員体質かな。以上。どういうことだ。どういうことでしょうね。どういうことだ。公務員体質ってことなのか。またよかった。詳しく聞かせていただいて。いつも心が軽くなる動画配信ありがとうございます。こちらこそ。関わりたくない人は年齢や経験が上と思うのにミスが多くて、上司とかに指摘されるとむしゃくしゃしてるのか、後輩や立場の弱い人に八つ当たりや無駄に言いこぶる模範生を演じるも程なくして同じミスを繰り返す学習できない人ですね。学習してください。どう思いますか皆さん。こんな人、人に当たるとかいうのは、ね、最悪です。しかもその仕事場でっていうのはちょっと仕事を何と思ったはる、次。口のうまいやつにいい人はいない。マジで人生狂わされた。あら、以上。あれ、あの口がどううまいかにもよるけど、またもうちょっと詳しく聞きたいですね。それですね。でも
なんか嫌な思いされたんですね。ですね。私も口が、口車に乗せられ騙されました。多分気持ちわかりますよ。今は大丈夫ですか？人の話を聞かず自分のことばかり話す人、ね、特に自慢話、ね、その真逆で自分のことは一切話さず、相手の人間関係や家庭のこと、過去話をやたら聞きたがる、過去誘導する人、あら、矢印ネタにするため、やだ最低、上司や異性に対して普段と全く声、声色、声色っていうの、声に音、声音が違う、声の声色が違うってことかな、そういうことです、店員に横柄な人、あいる、ダメ、自分に甘く人に厳しい人、最低、口先ばかりで行動しない人、やだ、噂話悪口が大好きな人、離れて、八方美人か、嫉妬心が強すぎる人、嫌い、いや、計算高い人、あヘドロ、いただきます、ごちそうさま、ありがとう、ごめんなさいが言えない、かっこ言わない人、最悪、笑顔が極端に少ない人、まだまだある、わあ、以上、聞きたいもっと聞きたい、次、マウントを取りたがる人、あいるね、ふんぞり返っている人、うわ、上から見ている人、友達だからといって金を借りようとする人、ダメ、以上、ダメ、ダメ、お金は友達じゃないですね、これは友達じゃないでよ、友達じゃないです、友達に借ります、ダメで、次、こんばんは、こんばんは、いつも笑顔をもらってます、ああ、ありがとう、こちらこそ、私が関わってはいけない人は、うん、通称テイカーと呼ばれる人、何それ、特に人にお金物をたかる人、あ最悪、例えば飲み会とかでどさくざ紛れにお金少なく払ったり、人からおごられるのが当たり前と思ってる人、あ最悪、かっこ別にお金ないわけでもないのに、やだ、そんな人は友達の物とかも平気で借りパクしたり、仕事も無責任で丸投げしてやってもらうのが当たり前だったりします、推進、私もまだまだ50代です、うん、以上、同じ50代ね、うん、ケチな人は飽きまへん、でもその食べにその飲食そちょっと少なくて そんなに変わらないのに、そんな人いるんですか、そういうところで自分の価値下げてるよね、うん、そこに気づいてない愚かな感じのかわいそうな感じの人ですよね、うん、そんな別にそんな、まあ、カリパクはね、なんか忘れてるんです。でもそういう、うん、でも全部総合的に見るとその人ちょっと人としてどうですか、ね、豊かにはなれない人だと思います、はい、空気の読めない人、ノロノロ自分時間でしか動けない人、ダメだけどね、うん、急に家に行っていいという人、うん、です来たら親戚でも無理です、いや無理です、急はダメ、その人は絶対急に来たのに家が汚かったって喋りまくるのよ、やだ最低、ダメよ、うん、急に来といて人に、うん、あの人に汚かったとか、急に来といてそれはない、うん、それは嫌ですね、二度と誰の家にも上がらんといて、うん、急にそんな、うん、急に来るなんて失礼、失礼よ、あげないですか、ね、あげないし失礼、失礼、急に、うん、9個って言ってあげる、うん、あのもう9個、9個です、うちの職場の人に、あの人は発達障害だ、うつ病だ、頭いかれてる、底辺の中の底辺だ、地方だと誰かを常に見下してバカにしてる女性がいます、距離を置きたいけどスタッフが少なく常に一緒の環境で働かなくてはいけないので辛いです、以上、終身刑にしてほしい、うん一緒に働かないとダメっていうのは辛い、発達障害とかそんなこと人に言います、もうあの人として人として頭おかしい、うん、人としてあの人じゃないかも、人ではないかもしれないです、うん、はい、ココさんこんばんは、こんばんは、関わりたくない人は他力本願な人、人の回しで相撲を取る人、お金にだらしない人かな、どんな動画になるか楽しみです、こんな動画、以上、大丈夫ですか、読んでるだけで大丈夫ですか、あのしかもだいぶ経ってます、ごめんなさい、あのこのコメント紹介をコメントを紹介して皆さんに投げかけるという動画なので、あの一本なんかバーンと動画にする感じ でも、まあ、あのいただいたコメントをもとに今後も動画を作っていくので、必ず皆さんのいただいたコメントは動画の何かしらになりますので、あここ私の言ってたあれだっていうふうなことが必ず来ますので、気長に気楽にお待ちいただいており皆さんの言ってること同感、
さらに私が嫌だなと思う性格は平気で相手に傷つける言葉を言える人決まり、ね、いますね。以上。そういう人ね、います。平気で傷つくことズバズバ言う人いる。わざと言う人とかね。いる。なんで言えるの。これ言ってやったら傷つくやろなみたいな。魂が全然成長してないんでしょうね。ずっと子供のまんま。まんまのピープーミーピーパーピープーピーピーパーピープーです。ココさん、やっぱり八方美人な方。あ、そうね。裏表があり、見てて、私は本音で伝えてるのに、感じがする方。仕事場が多いですね。以上。ね、ダメね、そんな人ね。職業や地位、収入で人に上下をつける人。みんなの前で、できない人のことをディスる人。マウントを取って自分が一番だと思っている人。わー、終わってる、終わってる。お礼や挨拶できない人。わー。マッキー敬語が使えない人、店員さんにタメ口や偉そうな態度の人、あ、それだね、夫や彼氏の収入を自慢する人、お金や時間にだらしない人、あ、ダメダメ。ココさん、書き出したら止まりません。止まりませんね。ありがとうございます。相手の意見を聞かず言わさない、自身の意見を客観もせず、ああだこうだ言うやつ。以上。いやです、私もそんな人嫌い、大嫌い。関わらないでください。逃げて避難してください。初対面で根掘り葉掘り聞いてくる人。あ、さっきもあったね。パーソナルスペースがわからない人。距離感ね、距離感ね。自己開示がすごい人。あ、かっこ家族の話、恋愛の話、過去のつらかった話。あ、まとめると初対面なのに距離が近い人です。あ、地雷の人多かったです。あ、地雷ってなんだろうか。のさ、地雷ってなんだろうか。なんでしょうね。世間など不満、悪口ばかり言う人。あ、自分優先の人。あ、います。嘘、ごまかしをする人。あ、見下す人。あ、最低。話を聞かない人。身近な人でいいなーが口癖の人。毎回イラッとします。あ、イラッとする。以上。イライラしないでください。距離を置いてください。虚言癖がある人。あ、ダメ。口ばかりの人です。気づくまで時間がかかりました。以上。嘘つきダメですよ。嘘つく人はもう最後まで、死ぬまで嘘つきます。ダメです。ココさん、いつもありがとうございます。こちらこそ。急接近してくる人かな。あ、距離感も同じ。親しげに近寄ってきて家に招待されたけど、私が築50年の古い家に住んでいることを知ったら、ここも築50年以上です、去っていきました。あ、去られる。私も去られる。古い家に住んでいる。古い家っていうのこれ。古い家かな。古屋わからないです。わからんけど、古い家に住んでいた頃はそんな人が多かったです、うん、でも逆に良いお友達と巡り合うことができたので、ね、うん、結果的に良かったかな。以上。レトロな家とかって別に悪いことないですよね。悪くないし、ここ築50年ですよ。いろいろいじり倒して、うん、いろいろと修理いっぱいしないといけないけど、好きな人は好きやと思います、ね、好きですけどね。だって昔憲兵率の問題で、今だったらこんな広いとこ住めないのに、昔の建物だから鉄骨でしっかりしててリフォームしたらね、お安く買えて、うん、これ新築だったら億ですよ、何億、うん、うん、それがすごい安く買えたからね。それはそれで、うん、何も知らないんですね。新しいのが何でもいいと思ってるの、うん、人間年取るよ、あんたもね、言うたって、うん、あんたも古い家になるんですって言うて、うん、人の話を聞く前に自分の話をかぶせてくる人。新入社員でとにかく質問してばかりで、考えて行動できなく人のせいにする人だったので、これはダメかなと。時間にルーズな人、お金にルーズな人。お金にルーズな人はダメです。はっきし言って、うん、お金にルーズな人は全てにルーズと思った方がいいです。もうルーズソックスに生まれ変わってください。女子で男言葉で話す人がいたのですが、うん、かっこはっきり言うとチンピラのような言動をする方、うん、普段の会話も苦になることがたびたびありましたが、特に叩き癖があって気に入らないことがあるとすぐに頭を殴ります。またそのタイミングがわからないのです。しかもバカ力です。殴られないように離れているようにしていたのですが、ある日予想もしないタイミングで走り寄ってきて殴られ、そのせいでムチ打ちになりました。頭は痛いし、吐き気、肩こり、だるさにたびたび襲われます、訴えてください。やはり診断書、荒くれ者とは
関わらない方がいいです。そうですね。うん、以上。あら、女の人で男言葉を使うのは LGBT もあるので、それはいいんですけど、乱暴な言葉とか汚い言葉を使うっていうのは、男でも女でも、私はちょっと受け付けないし、私もありましたよ。何でも叩く人、指輪やってたからすごい痛いの。まあって叩くんだけど痛いの。でもやっぱりそれが癖になってるっていう人はどうかと思う、うん、離れてください。もう他人になってください。知らない記憶から飛ばしてください。ダメ、そんな暴力振るう人気持ち悪い。でも診断書取って病院行って訴えてもいいぐらいムチ打ちになったんだったら、ね、やりすぎ。友達でもないの。こんばんは、ココさん。はい、こんばんは。友達って言っておいて、自分の悪口、陰口言いまくる。ああ、もう友達じゃない。そして最後に、友達じゃないし、そんなに深入りしている仲でもないって、捨て台詞言って、ずっと悪口、陰口言って、前にもその子から元気ってメールして、こんなこと言われた、辛いのって相談してきて、近づいてくる。そしてあとは、そんなに深入り、その中でもないって捨て台詞、はい、疲れますね、そんな人は。疲れる以上。いやー、もうやだー、最低。自己啓示欲が強い人いるね。関わりたくありません、うん、以上。誰にでもね、ちょっとはあるんですよ。やっぱり人に認められたいとかね、自己顕示欲が全くない人間っていないんですよ。煩悩の一つだからね、あるんですけれども、行き過ぎはちょっときついかな。モラハラ、パワハラ、嫌み言う人、言いふらす、せかす人、自分に甘く、人に厳しいやつ、あ、もうダメ、意地汚い、あ、人に濡れ衣を着せるやつ、最低、以上。最低です。人に濡れ衣とか言った人を陥れる人はもうほんまにダメです。ダメっていうか、もう人間ではないですね。はっきり言って、うん、人として最低のことができてないので、人間としての最低のコミュニケーションを放棄したような、自ら放棄したような、水放です、はい、水放棄です。何縮めろ、分からない。新しい職場ですぐに人の LINE を聞いてくる人、何でも言ってねとか、私はあなたの味方だということをかざして、実はマウント取りに来たり、人の腹を探ろうとする。そんなやつに限って周りに、あの子こんな子よ、おひれをつけて周りに言いふらされる。やだ、以上。瀬戸番日暮れてですね、夕波こ波、ごめんなさい。いつも不平不満ばっかり言ってる人、あ、いい加減聞いてるのが嫌になってきます。みんなの、あ、そんなの知らないわ、って言ってやりたくなります。な、言って、以上。言っていいですよ、そんな。知らんわって。うん、関西弁で言ってください。そんな知らんわって。うん、知らんわって言って。うん、言ってあげて。ちょっと半笑いで言うの、ね。そんな知らん。そんな、こう、半笑いこう。そんな、知らん。そんな、こう、半笑いでこう。そんな、知らん。こうですか。よくわかりません。はい、はい、次。悩み聞いてほしい。うん、以上。聞きますよ。お悩み相談の動画出しますので、そちらに書いていただけたらと。もう出てるかどっちか、アップロードいつになるかわからないけど、さっき撮ったので。否定から入る人います。否定が癖になってる人、自分語りが大好きで一方的にマシンガントークする人は時間泥棒。あ、確かに。マシンガントーク大丈夫ですか？私結構マシンガントーク。それはまあね、これは動画だから、好きで見てるんで、動画だ、こんなんじゃないですよ私普段。動画だから一方的に喋ってるだけで、人の手柄をさも自分がしたようにアピールする人、驚きました。いました、いました。以上。気をつけてください。クズです、気をつけて。ココさん、癖になりそう。あ、なってください、なってください。可愛いふりしてあの子、割とやるもんだねと。意味わかりません。フレネミー系、あー、以上。待つはいつまでも待つ、待ちたくないですよね、フレネミーは。話しかけても無視します。腹立ちます。どうしたらいいですか、以上。最低。メダカの兄弟がなんとかでってあったよね、昔。あったね。っていうか、無視するって最低。小学生かと思う。だから、あなたもよかったらその人が話してる時にもう無視しましょう。
メダカの兄弟を歌っていただいて、大きくなったら何になるって言ってみてください。何言ってんのって。あのね、わけわからない人にはわけわからないことで返すのが一番なんです、私の経験上。わけわからない人にまともに返すからフラストレーションたまるじゃないですか。わけわからないなと思った瞬間に、大きくなったら何になるって言ってください。会社の嫌み子の陰湿ないじめから逃れて退社して早3ヶ月、よかった。彼女はないことないこと、あかっこ笑い、言いふらし、私の悪口言ってるらしい。あら、愚か者よ、自分の首絞めてるぞ。そうです、自分が私にやったことを被害者になりきっているらしい。いや、最低被害者意識。心を込めてお祈りしました。うん、罰当たれ。うん、職場では当たりますよ、彼女の評判、うん、下矢印らしい。うん、以上。当たります、ほっといても、そんな人は。うん、でも離れてよかったです、本当にね。心が壊れる前に離れてもらってよかった、うん、ね。同じマンション内なのに挨拶すら返さない人。あら、もちろん挨拶返してもらいたくて言ってるわけでもそうですよ、ね、ありませんが、うんうんうん、最低限のコミュニケーション、うん、挨拶くらいするだけで、うん、お互い気持ちがいいし、そう、ね、お互い住み心地も良くなると思うんだけど、うんうん、相手に期待してるのかな、うん、自分、うんうん、以上。いや、相手に期待してるんじゃなくって、あなたはとてもまともな人で、あのもう本当に良識があって常識がある、あなたがもう素晴らしい人です。そして相手があなたの反対側にいる人なので、あなたが悶々とするんですね、うん、あなたが正しいです、はっきり言って。でも相手はもうあなたとは真逆と思った方がいいです。うん、挨拶しないぐらいだったらまだマシなんですけど、うちのお隣さんなんて挨拶したら睨むんですよ。うん、びっくりするようなサスペンス劇場に出てくる殺人犯みたいな顔で。うん、人の一人や二人。うん、そのぐらいの顔よ。ねえ、怖いわ。ねえ、だからもう反対、もう、あの、よかった。誰もいなかったらもうその人に挨拶しなくていいです。ねえ、ストレス止めないでくださいね。お店などで客になった、うん、途端偉そうにするやつ、あいるね、最低、最悪、そんな人いてそう、最低です。私の息子に女として迫りそうになったため、ちょっと待って、以上。どういうこと、私の息子に女として、最初からそれ、一番からそれ、そうです、うん、一言ね、この一人の人ですよ、はい、私の息子に女として迫りそうになったためって書いてある、以上。だから、その人が、私ぐらいの年の人がその人の息子さんに女として迫ったって。いや、わかんないです、ね、わきまえて、わきまえよ。でも私たちが20代の人に感じるかな、感じないかな、かもしれない、どうも、キャーキャーです、キャーキャー、あれかな、欲求不満かな、うん、まあ、人間、あの、みんな欲求不満です。こんにちは、噂話する人、不満ばかり口にする人、マルチにハマってる人、金にせこい人かな、以上。マルチにハマってる人ね、うん、いてたけどね、友達。あれ、マルチっていうのはね、うん、ややこしいです、ね、やっぱり誘ってくるからね、身近な人をまず誘うでしょ、甘いことです。そんな甘くないですよ、どんなことでも大変ですよ、うん、甘い話は世の中ないですよ、気をつけてくださいね。おい、口上手な人、上辺だけのほぼ虚言、逆に少ない人は言葉に重みがあるかな、以上。私もちょっと口数多いので重み少なめかも、軽めかも、大丈夫ですか。そんなことないでしょ、虚言癖はありません。最後、モラハラ夫。あ、最低、以上。モラハラは最低です。うん、でもね、あの、ひどい場合は専門機関に相談して逃げてください。本当にもう、あの、モラハラって本当に放置すると大変なことになるので気をつけてください。ココワールドチャンネル、はい、スタッフさんいかがでしたか。コメント約100個。そうですね、99入ってた、ね、はい、約100個、99ありました。ダーッと呼びましたので、一個一個になかなかじっくりとはお答えできなかったんですけれども、このコーナーはたくさんコメントいただいて、なるべく多く紹介することで、あの、皆さんに投げかけるというような内容なので、今日このコメントを読んでいただいて、皆さんはどのようにお感じになりましたでしょうか。どこにも忖度せずに率直なご意見を お聞かせいただけたら、今後の動画の参考にもなりますので、何卒皆さんどうぞコメント
ントよろしくお願いします。動画ちょっとでも良かったって思ってくれたらグッドボタンとチャンネル登録何卒よろしくお願いします。最後あなたの人生からあなたの身の回りから嫌いな人嫌な人がいなくなる方法はズバリその嫌な人嫌いな人の幸せを願ってください。もう何言ってるのあなたって、そんな嫌いな人の幸せ願えるわけないじゃないと思いますよね。ただこれは心から思わなくていいです。もう心からあの人幸せになってほしいなんて思えるわけないじゃないですか。嫌いな人なんだから嫌いな人の幸せなんて本当は願えないよと思うけれども、もうね上辺だけでもいいです、口先だけでもいいので今頭の中にちょっと浮かべてみてください。嫌な人とか嫌いな人浮かべました。そしてその人のことも上辺でいいので幸せになってくださいって、ずっと幸せでいてほしいですって、もう上辺でいいので言ってください。よかったら口に出して言ってみてください。その瞬間その人と一気に距離ができませんか。記憶の中でというか頭の中で嫌いな人とか嫌な人っていうのは幸せを願うどころかその人の不幸を願いたいですよね。憎んだり恨んだりしたくなることはあっても幸せなんか願いたくないと思うのが当たり前の感情だと思うんですけれども、本当だったら嫌いな人が自分の身の回りに近寄ってきてほしくないって、もう私の半径何メートルには近寄ってこないでと思ってるのに、その人のことを嫌えば嫌うほど憎めば憎むほど恨めば恨むほど引き寄せてしまってるんですね。ネガティブなこととポジティブなことって2つあったとしたら、ネガティブなことの方がすごくエネルギーが大きいんですよ。その感情を自分の中であなたがずっと持ってたら、嫌いな人に支配されて嫌な人に支配されて生きてる間ずっとその嫌いな人とか嫌な人のことをずっと思わないといけないんですよ。だって嫌いな人のことを嫌いって思ってる時ってその嫌いな人は目の前にいないわけじゃないですか。目の前にいないのにもうあの人嫌いだわ、あの人近寄ってきてほしくないわ、あの人のこと恨めしいわ、もう憎たらしいわと思えば思うほどその思いは全部自分のことを言ってることになるんですね。人間一人の時に思ってることっていうのは人に思ってる感情も自分に跳ね返ってくるんですよ。自分のことになってくる。もう嘘でしょって思うかもしれないんですけれども、もうこれいろんな人に試してもういろいろな人が実践して本当だったって言ってるので、まずこれをやってみてください。憎んだりとか恨んだりする時間もちょっとでもいいので、もう騙されたと思って幸せを願ってみてください。私もね、もう本当に昔男の子の時に嫌なことされましたよ。本当にたくさんのいじめに遭いました。その時にももう本当に憎みました。もう私のこの怨念であの人をこの世の中から抹殺してあげようと思うくらい、もう本当に憎悪に満ち溢れて人を恨む毎日だったんですね。でもね、人を恨んだり人を憎んだりする行為っていうのは自分を恨んだり自分を憎んだりする行為なんだなっていう時にある時気がついたんです。恨んだり憎んだりすることで逆に嫌なものとか新しく苦手な人とかもう苦手とか嫌な人がどんどん近寄ってくるなっていうことに漠然と気がついた時があるんですね。例えばそれが現在進行形で何かされてるっていうんだったら、前に嫌がらせをされてたら距離を置いてくださいとかそういう動画を出したんですけれども、今何かを誰かにされてるっていうんだったら何か対処をしないといけません。特段そうじゃなくて、もうあの人は苦手だと、あの人は私の人生から遠ざけたいと、ああいう感じの人とは私は人生関わりたくないと思ってるんだったら、苦手な人とか嫌いな人の幸せを願ってください。もう何回も言って申し訳ないけれども、そしたらもう自然とあなたの頭の中から嫌な人を考えてる時間がまた一つまた一つと消えていって、やがてだんだんあなた自身がいい感じのこうオーラを出すようになっていい感じになってくるんですよ。もう抽象的で申し訳ないですけれども、これもやっていただかないとわからないんですよ。そうじゃなくて、私この方に騙されたことがあって、じゃあその方を憎んでもダメなんですかって、だって自分は騙されたんですよって、お金取られたんですよとか、そういう経験もあると思うんですけれども、皆さんには許せない人いますでしょうか。嫌いな人を消す方法の動画でもちらっとお話ししたんですけれども、やっぱり憎んだり恨んだりする感情っていうのはその方っていうよりも自分にとって良くないんじゃないのかなって。やっぱり私もかつては許せない人だらけでした。恨んでる人だらけでした。憎んでる人だらけ、嫌いな人だらけみたいな人生だったんですけれども、今はもう本当にゼロと言ってもいいくらい許せない人っていうのがないんですね。そんな私の経験から、許せない人を持ち続けてるとこんな風になるんじゃないかなっていうことから、許せない人をあなたの中から消すにはどうしたらいいのかなと、動画を見終わってからでいいので、動画を見てちょっとでもいいところがあったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。私もかつて本当に過去いじめられたことがあったりとか、裏切られたりとか、本当に傷ついた経験がもう本当にあるんですね。数えきれないほどあって、30代とか40代の前半までは許せない人をずっと持ったまま、そしてそのことで自己嫌悪になったりとか辛くなったり悶々したりしてたんですけれども、そして許せない人がいるっていう人ってちょっと勘違いしてるのは、許すことは仲直り、許すことは和解っていう風にごっちゃにして考えてる人いると思うんですけど、許すということは決して和解ではないんですよ。もちろん和解をしたから許すっていうことはあると思いますよ。でも許すことは和解じゃないんですよ。ちょっとややこしいかもしれないんですけれども、許すという行為っていうのは決して相手と仲直りしたり相手の問題じゃないんですよ。それを相
相手の問題と思ってるから許せないってずっと思ってると思うんですけれども、私長年で気づいたんですけれども、許すというのは自分の行為なんですよ。自分のことなんです。相手関係ないんです、はっきり言って。そこをねごっちゃにして考えると、いつまでも許せなくて悶々と思うと思うんですけれども、相手のために許すとか相手を認めるっていう意味じゃないんですよ。私も過去に私をいじめた人と仲直りしたりとか、和解したいとか、話し合いしたいとか、そんなこと一切思いません。全く思いません。もう関わりのない人生で歩いていってほしいと思ってるくらいで、もう全然一切多分関わりないけれども、私は許してるんですよ。自分のために許したんです。決して和解じゃないっていうことを分かってください。私の先ほどの例を聞けば分かりますよね。もう二度と会うことないですよ。私を過去にいじめて、私を自分で自分を殺めることに追いやった人らのことなんて、私は一生会うことはないし、会いたいとも思わないし、和解もしてませんし、仲直りもしてませんし、話し合いもしたことがありませんし、二度と会いたくもないし、会ってもいません。でも恨んでないし許してるんですよ。ここなんです。これを聞けば、許すという行為は自分のためにあるんだと、自分がよりよく自己嫌悪にならずに自分が生き生きとストレス少なく生きていく行為なんだと思ったら、ちょっと許せる風に傾いてきたんではないでしょうか。いかがでしょうか。ここはアートチャンネル。もし誰かを許せなくて辛いとか、誰かのことを許せなくてずっと恨んでるとか、どうしても許せないっていう人に、私の経験から最後のなんかまとめとしての対処法を言えるとしたら、今もし許せない人がいるっていう人は、その許せない人を思い出してみてください。思い出したくないと思うかもしれないけれども、思い浮かべてみてください。そのあなたが腹を立ててる人、あなたが許せない人は、あなたがどんなに許せなくても、あなたがどんなに腹を立てても、その人はその瞬間何にも思っておりません。だって目の前であなたのこと許せない許せないって言ってるわけではないので、その人無感情です。もしかしたら楽しくお酒飲んでるかもしれないんですよ。もしかしたらどんちゃん騒ぎでバーベキュー食べてもウキウキワクワクって過ごしてるかもしれないんです。でもあなたは恨んでないといけないんです。あなたは許せないって、そのこう恨みの感情を持ってないといけないんです。これって究極の理不尽じゃないですか。あなたはそんなに許せないのに、許せない相手は何にも感じてないんですよ。あなたの怒り1ミリも相手に届いてないのに、なんでそんなにずっと許せなくて、なんでそんなに怒りを抱えてないといけないんでしょうか。あなただけが嫌な感情に支配されて、ネガティブに支配されて、ずっと悶々としていかないといけないんですよ。なので相手に届かない恨みをいつまでもいつまでもずっと持ち続けてても、あなたが許さないってどんなに思っても、相手は何とも思ってないんですよ。だったらさっさと自分の中で許してしまって、あなたはあなたで幸せになった方が、この先の人生は絶対あなたにとっていいと思うんです。許せない気持ちもわかります。私も許せない人いっぱいいました。いっぱい傷ついたし、いっぱい騙されたし、いっぱい叩かれました。いっぱい差別されました。でも私は許したんです。自分のために許したんです。相手のために許したんじゃないんです。さっきも言いました、許すことは和解じゃないんですよ。そこをごっちゃにしないんですよ。許すことは仲直りでもないし、許すことで相手を受け入れることでもないんですよ。相手を受け入れなくても結構、相手と和解しなくても結構、相手と仲直りなんかしなくても結構なんですよ。相手と決別のままでいいんですよ。相手はどうでもいいから、あなただけは相手を許すんです。あなたの中であなたのために相手を許すんです。そしたらあなたの心は軽くなってきます。相手に届かない恨みをいつまでも持つのはもうやめてください。あなたの心がいつか壊れてしまいます。恨みは心を壊します。とここまでお話ししてきたんですけれども、それでもどうしても許せないという方もいらっしゃると思います。許したくても許せない、許すことを考えたら苦しくなるっていう方もいらっしゃると思います。この動画をアップロードしてから、そのようなメッセージやコメントたくさんいただきました。そういう時は無理して許そうとしないでください。まだ許す時期じゃないんです。ではどういう時期なのか。自分が自分に寄り添う時期なんです。もっと自分の気持ちを確かめる時期なんです。自分の気持ちとちゃんと向き合っていないと、なかなか人を許すことができないと思います。何よりも大切なのはあなたのペースです。マイペースです。自分のペースで大丈夫です。だからなかなかどうしても許せないっていう場合は、その許せない自分をありのまま受け入れてみてください。そして自分の気持ちをもっと大切にして、余裕のポケットができたら、またこの動画をご覧ください。その時に初めて許すことができると思います。人を許す前にまず自分を許してください。そのことを伝えたくて動画の途中に音声で差し込みました。
私もかつて本当に許せない人がいっぱいいて、いろいろな経験といろいろな思考法でくぐり抜けてきて、私の経験からちょっと尻滅裂になりながらもいろいろお話ししたので、ちょっとでも私の心が届いたと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたの心の中から許せない人が一人、また一人と消えていって、明るく未来を歩いていけることを心の底より願っております。こんな尻滅裂な動画なのに最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。